どうも、こんにちは、たかです。今回も妖怪ウォッチ2やっていきたいと思います。今回は指名手配妖怪です。指名手配妖怪。今週の指名手配妖怪は、3人ではないな。3匹かな。3体ですね。3体指名手配妖怪がいます。そのうちの1体、トンマ将軍。どんな指名手配妖怪かというと、今からいきます。わしならトンマ将軍なり、聞くがいい。わしの罪とは、前になれの号令で背中にタックルかました罪じゃ。いやー、今までいろんな指名手配妖怪いましたけど、こいつは暴行罪ですね。単純にこいつは普通に悪い。うん。前にならえの号令で背中にタックルかましたけど、前のやつが手伸ばして前にならえやっと時に、そいつの背中にタックルかました。しかも、甲冑着込んどって武器も持っとく。タックル、どんなタックルかましたんや、ほんまに。前の人がおってなったやろな。こいつ、後ろのやつ何すんねん。前なれ。もう自分は前なれやっとの後ろのやつはタックルしてくるっていう、意味のわからん状況な。まるでドミノみたいにずっこけていくのが痛快じゃ。こいつ悪いやつや、ほんまに悪いやつや。一人、前のやつだけじゃなくて、もっと前のやつ、結構な勢いでタックルしそうぞ、それ。ドミノみたいにずっこけていくのは痛快じゃ。もう、こいつは悪いやつやな。こいつは悪いやつや。懲らしいな、かも。前に習え、お主にもタックルじゃ。というわけで、指名手配妖怪、バトルっすね。いつも通り。なあ、でも今回の妖怪結構強そうやな。トンマ将軍。これ、読み元帥とかのなんか色違いっすね。ただこいつ、取り付きパーティー。あ、今、コン集めしとんやった、コン集め。本の経験値集めしとって。本の経験値集めで、無限地獄行っとったんやけど。まあ、そのパーティーのままやったな。ガード。結構強いぞ、今回の、この、トンマ将軍。普通に。ダメージ与えたらダメージ。ダメージ。あれ？ミスター、戻ってもだ。あ、さっき倒したもんだ。よっしゃ。まあ、とりあえず、処理。うん、今回はちょっと強かったな。いつもなんか一発で沈むイメージがあるんやけどな。わしのタックルが効かないだと。参った。わしの負けじゃ。負けや、お前の。ひかるつ捜査官、指名手配業界の逮捕、ご苦労であった。妖怪は俺が責任を負って連行しよう。ああ。3体おるからな。と言いたいところだが、今回の指名手配妖怪はグループだ。東海中の妖怪は残り2匹だぞ。では早速新しい情報だ。奴の名前を荒らすんじゃ。回れ、右の号令で1回転した罪で逃走中だ。こいつは別に、うん。回れ、右で1回転。回れ、右って言ったら、真後ろ、180度、向くんですよね。180度。右を向け、右が90度、右向くんですよね。回れ、右は、真後ろ向く。そうやんな。足をまず後ろにやって、くるんって回って、右足をまた戻すと。こんな感じで回れ、右っすね。仕切るんじゃ。奴のレベル51。あ、やっぱ高かったよな。今回のグループ、結構レベル高いぞ。2014年10月18日までこの街にいるらしいぞ。さあ、行くのだ、光る捜査官。この街の部屋を守るために。うん。今回の指名手配妖怪。一匹捕まえましたね。こいつ。トンマ将軍、罪状、前に習いの号令で背中にタックルかました罪。これは暴行罪が適用されますね。普通に悪いやつ。ここに感謝の意を表します。なるほど。荒らすんじゃ。さっきの説明ですね。荒らすんじゃ。指名手配妖怪。荒らすんじゃ。罪状、回れ右のゴールで一回転した罪。転覆期間。いや別に、これは悪くないような気がするけど。こっちは暴行罪ですからね。こっちは暴行罪なんで、お前ちゃんと逮捕しとかないとダメですね。警察、日本の警察でも捕まえますね。こっちのトンマ将軍は。荒らすんじゃ別に一回転した罪で捕まらへんわ。失格。用意ドンの号令でいきなり逆走した罪。
こいつはまあ他の人に被害はなかったからええんちゃうかって思ったんやけど、まあ今回は一番凶悪な、うん、トンマ将軍を確保しました。うん。で、まあまあ引き続きアラスンジャと失格捕まえていきたいと思います。ではでは今回の妖怪ウォッチ2、ここら辺で終わっておきたいと思います。ありがとうございました。